はい、皆さんこんにちは。デザインアトリエかけらのけいすけです。今日もですね、楽しく宝石の知識を学んでいきましょう。プロフィールはこんな感じになっていますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。というところで、今日の宝石はこちらですね。アレキサンドライトというね、宝石にスポットを当てて話を進めていきます。はい。世界三大希少石に位置するこちらのアレキサンドライト。かっこいいカラーがね、特徴的な宝石です。さて、そうしましたら今回のテーマはこちらになります。アレキサンドライトのカラーチェンジについて、アレキサンドライトの価値についてというね、テーマでお話をしていきたいと思います。まず一つ目のテーマですね。アレキサンドライトのカラーチェンジについてでは、まあ、アレキサンドライトの基礎知識からこの宝石の大きな特徴でもあるカラーチェンジについてお話をしていこうと思います。はい。そして2つ目のテーマのアレキサンドライトの価値については、こちらの宝石がどれだけ高値で取引されているのかをね、ちょっとお話ししていきたいと思います。なかなかね、こちらの宝石の知識はこういう時に聞かないと、聞く機会もね少ないと思いますので、ぜひお付き合いいただければ嬉しいです。それでは早速始めていきます。まず一つ目のテーマですね。アレキサンドライトのカラーチェンジについて、先ほど言いましたが、アレキサンドライトは世界三大希少石の一つに位置されています。パラ岩トルマリン、パパラチアサファイア、アレキサンドライト、この三つになりますね。はい。世界三大希少石の中でも特にこのアレキサンドライトは面白い個性を持っています。それがですね、このカラーチェンジ効果っていう風になります。はい。このね、カラーチェンジ効果についてお話をね、して話すより、こうね、実際に見ていただいた方が早いので、それをちょっと今実践していきたいと思います。はい。ライトの色をちょっと変えていきます。さて、いかがだったでしょうか。はい。カラーチェンジ効果ね、わかりましたでしょうか。このね、アレキサンドライトは結構しっかり色変わりしたので、まあね、わかりやすかったかなっていうふうに思います。はい。アレキサンドライトはですね、自然光の光、まあね、太陽の光や蛍光灯の光では緑色、今ちょっとね、深いグリーン色っていう感じですよね。若干紫も入っていますが、深いグリーン色。ろうそくの光や白熱電球の下では赤紫に変わる宝石ですね。はい。もう少しちょっと簡単に言うと、光にも白っぽい光とオレンジっぽい色の光がありますよね。まあ今これ白っぽい光、白っぽい光だとグリーン色からちょっとね、青緑って感じでしょうか。で、こちらのオレンジ色の光だと赤紫にちょっとね、変わっていくっていうような感じですよね。こう見るとわかると思います。カラーチェンジが。はい。これがね、このアレキサンドライトという宝石の大きな特徴となります。とにかくですね、人気も高く、不思議な魅力がありますね。はい。アレキサンドライトの鉱物名は、クリソベリルという名前で、よくね、これ勘違いされてしまうのは、ベリルという鉱物と混ざってしまう方がいます。はい。ベリルというね、鉱物は、まあ、エメラルドやアクアマリンなどですが、このベリルと今回のクリソベリルは全く別の鉱物です。はい。これね、混ざっちゃう人多いと思いますので、注意が必要です。10段階で表示される宝石の硬さをね、表す数字の一つ、モースコードっていうものがあるんですけれども、10が一番高くてダイヤモンド。アレキサンドライトは 8.5 と、宝石の中でも硬さもしっかりある宝石です。アレキサンドライトの名前の由来はですね、アレキサンドライトが発見された日が、ロシアのね、皇帝、アレキサンドル2世の誕生日だったからというふうに言われています。はい。宝石の名前はですね、こんな感じで人の名前から取ったりする場合も多いですね。アレキサンドライトの簡単な特徴、基礎のね、知識はこんな感じでしょうかね。はい。それでは二つ目のテーマに参りましょう。二つ目のテーマはですね、アレキサンドライトの価値についてですね。はい。アレキサンドライトはですね、まあ、世界三大希少石に指定されているので、まあ、希少価値はもちろん高い宝石なんですけれども、産地によってクオリティの差が少しあるので、そこで値段が少し変わったりします。はい。アレキサンドライトのとても良いね、品質のものは、ブラジルで取れるものが多いです。なので、ちょっとね、この業者のね、間では、
これはブラジル産のアレキだよとか、まあちょっと高いけどこれブラジル産だからとかね、そういった話がよく出ますね。はい。アレキサンドライトが最初に発見されたのはロシアで、ロシア産のものが一番綺麗ともね言われますが、このねロシア産はねなかなか今見ることができない宝石です。はい。まあね、他の産地はスリランカとかインドとかタンザニアとかっていう風になって、これにプラスして先ほどのブラジル産のアレキサンドライトっていうかね、市場によく出回っているような感じでしょうか。はい。まあね、どんなアレキサンドライトが品質がいいかというと、まずはですね、しっかり透明度があること。まあこれはね他の宝石にも共通して言えると思うんですけれども、はい、しっかりと透明度があること。で、透明度がねこうやって高いと、こう輝きも美しいんですよ。光を当てた時にキラッとするね瞬間がとても美しいです。はい。実際にちょっと見てみましょうかね。これまあね結構ね光も当たるとこうキラッというなんていうかね深い石の底からこうキラッとする感じがとっても美しいですね。はい、こんな感じで。はい。そして白熱灯を当てた時により赤に近いカラーチェンジをするものですね。はい。これも結構色変わりバッチリします。かなり品質いい方のアレキになります。はい。まあね、やはりカラーチェンジがバチッとねこうするものがいいですね。今お見せしているねアレキサンドライト、なかなか品質がいいです。こちらの右側のね、今ピンセットで触っているこちらのアレキサンドライトなんですけれども、はい、こちらのアレキサンドライトは約50万円です。はい。というところでかなり高いですよね。はい。これはですね、ちょっと個人的な見解にはなると思うんですけれども、業者の立場からね、一人の業者の立場からお話しすると、アレキサンドライトは品質がいいものは本当に常に高いですね。はい。他の宝石は物によってタイミングで品質が良くても安く手に入ったりするものもあるんですよ。これタイミングによってね。ただこのアレキサンドライトに関してはこのタイミングっていうのも本当になく、良い品質のものはもうなんか常に高いですね。まあもちろん他の宝石も同じこと言えるんですけど、アレキサンドライトは特に安い時がないですね。そのくらい業者も安売りをしないで売れるっていうことですよね。まあその背景も人気があって需要があるから安売りする必要もないという感じだと思いますね。はい。まあね、カラーチェンジが弱いものなどは安く手に入る場合ありますが、本当に良い品質のアレキサンドライトが欲しい方はそこそこのお値段するものだとね覚悟しておいた方がいいと思います。はい。というところで、さて今回はねこんな感じでしょうか。今回はですねアレキサンドライトの基礎知識をねお話しさせていただきました。ここら辺のね知識を押さえておけば、まあ結構詳しい知識ついていますので、ぜひ知らない人に教えてあげてくれればいいなというふうに思います。今回はですねアレキサンドライトの知識についてお話しさせていただきました。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。Looking for my mother's eyes as I'm